ヨーゼフ・カール・ベネディクト・フォン・アイヒ・エンドルフ男爵は、ドイツの小説家、詩人。ラッティボール近郊、ルボビッツ城生まれ、後期ロマン主義に属する詩人。代表作は、ナポレオン戦争下に書いた、予感と現在などである。貴族としての爵位は男爵。アイヒ・エンドルフは1788年に、カトリック貴族の両親のもとに生まれ、 少年期は、城の周りの自然に深い愛情を注いで過ごした。父親のアドルフは、プロイセン王国の役人だった。13歳になると、ギムナジウムに入学、17歳の時、ハレ大学で法学を学び、19歳になると、ハイデルベルク大学で哲学を専攻。その頃、同い年に、哲学者、アルトル・ショーペンハウアーなどがいた。20歳を過ぎ大学を卒業すると、 彼は、大学時代に興味を持った文学について、さらに知識を深めるため、ウィーンやパリへ放浪の旅に出かけ、ハインリヒホンクライストやシュレーゲルなどと知り合った。25歳から27歳にかけて、ナポレオン戦争下で軍役に就きながら執筆した、長編、旅館と現在を発表、ルイーゼ夫人と結婚するなどした。晩年は、文学史やの研究などに尽力し、 ドイツ史文学史などを表したが、1855年、ルイーゼ夫人が病死、それからすぐに彼も病気にかかり成去した。予感と現在は、ゲーテのビルヘルムマイスターと並ぶ教養小説と言われることもあるが、アイヒエンドルフの作品群はゲーテほど、明確に、教養小説の要素を含んでいないため、素朴な幻想小説、ファンタジー小説として扱われることもある。 ありがとうございます。